金八は何に切れてるの？いや、分からん。切れてるっていうか、赤ちゃんになってる。金八。おっか、怪しい。日に日に赤ちゃんになってる。嬉しい。いやな、いや、そんなことないですよ。消毒した哺乳瓶。いや、これ別に洗わんでもいいでしょ、これ。あ、そうな、あ、洗浄してくださいって書いてあるわ。洗浄してくださいって。赤さんは熱湯消毒で。あ、そうなんだ。いや、赤さんだから。ミロ君が使うよ。よいしょ。スプーン。スプーン。ミルク何買いました？赤ちゃんいいってやつ。あ？いや、おらんよ。いや、あんたたちが、あんたたちのせいだろう。普通に考えて。中に入ってるよ。え、そうな。いや、入ってないっすよ。どこにあるの？ないないない。なんか猫の餌みたいな。あ、待って。ん？いや、ねえぞ。あった。
あったっすね。普通に普通にやるかよ。いいか、スプーン何杯だなこれ。20杯3分の2まで入れますって書いてある。そんな入れんの。これぐらいでいいんじゃないの。贅沢だよ。濃すぎ。いや大丈夫でしょ。あっちきっしょ。あ？おらんわや。マジおらんわや。なんだよお前。何見かけたしとる。ダメだ。ダメだ。あそこで、あそこで入れれねえわ。牛乳でいいっすか。邪魔なんだよな本当に。あ、湯持ってくるか。そうだ。お風呂のお湯入れろ。何やろ落としてる。いや、左右を飲む。左右健康のために左右を飲む。汚れるわけないじゃん、左右で。左右で汚れねえだろ。テキーラ入れるかよお前。すんに。将来の赤ちゃんのために取っておくか。腐るやろ。腐らない。
よし、やるか。これどあつ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 、え、なんすか。どうしたの。よし、よっしゃ。お前だけやん。いやいやいや、難しいですね。2人いたんだね。ミノ君がこっちを斜めから見て、ミノ君私見てるの分かんない。二人とも見てんぞ、こっち。二人とも見てんぞ、無表情で。完全なる無表情で。何しようで、だるまさんが転んだ。かわいい。いや待ってや、今吸ってるから入れんだろお前。今入ったらお前あかんわよ、ミロに吸わせろ。クリップ。これ壊す気か、お前。とまでお前これ引き出せ。何引き出せ。いやお前これ、お前これ入れんで俺。お前で家出てけって言っただろうが。出て行くわよ、お前に。何でもいや、お前これ入れんがよ。別に入らんでもいいよ。いや、体が入らん。頭狂ったか。
一まで大手銀取りだったんですが、あ、八号に帰って、八号に帰って、これが何年や、これが満足になるか、僕一番で、やっぱり4、3の高校手がまだ、こういうとこありますよね、僕一番で7年かかで、こっちとこうやってみてから、それがいいですね、7年かかってっていいんですね。やべ。やべ、出れんくなった。出れんくなった。ちょっと待て。ミロ君助けて。ミロ君。ミロ君助けて。助けてミロ君。おい、開けろやお前。ミロ君助けて。助けてミロ君。いや、ミロ君。あかん、ミロ君あかん、あかん。それ食ったらあかん。ミロ君それ食ったらあかん。ミロ君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 。おい、引き出せ。引き出せ、お前。ミロ君。引き出せ、お前、マジで。引き出せ。ミロ君、それ食ったらあかん。引き出せ。それはまあいいよ。それはまあ水だからいいよ。いやいや、まあチンコは挟まってんだよ、こっちは。ミロ君。あい、きっちぇ、これ。折れるで。壊しな、壊していい。いや、何も話はしてない。あっ、折れるで、これマジで。おい、引き出せ。引き出せや。引き出せや。削除しましたって。マイナスヤマさん、削除しました、ね。おい、引き出せやお前。さあ、同金同玉、同金同銀同玉でもう一発で叩けばいい。どん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 上から引き出てきますね。で、三筋に来た時に三人下が OK なんで、これ抜けるからね。引きやお前。もう早く引いて頼むから。やべ、圧迫されてきた肩が。ミロ君助けてよ。ミロ君、ミロ、無理？引き出せ。ミロ君助けて。おい、もう折れてたよ。
アホかお前も出て行けもう家を壊す気か。助けて。いや、なんだ、遊びたから。おい。アホ。アホ。ベルボーイと勤務し、はい、ある作家と忘れられない出会いがあったと語ります。ミオ君は何が非常にそういった意味では直木賞作家の一応静香さんも。いやだからちょっと一回引っ張って、分かったから。分かった。いやもうそれも何年もやってますけど、まあ、同じことそれ、何回も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 同じようなさ、あのこと言ってこなくていいよ。いや別にやめないけどね、そういうことしかできなくても。いや虐待なのこれ、虐待なのこれ。いや嫌がることするのを虐待って言いますけど、別に配信外でこの人が嫌な子、嫌が俺に嫌対して嫌がることするからやってるだけです。いやまだ何も始まってないんだよね。いや早く取るや、扉をだがや、だがそこのそこのなんその棚だや、うん、だからボケんけんだろや、挟まってるこれ腹が取れらんよ。だけんだろ言ってーな、マジでお父さん何かやねん。いや早くしろよ。あ？牛の肉ってなんだよお前。早くしろよ。引っ張れよその棚を。いいけ。引っ張れよ。終わったお前。いや壊さんと出れんけんだ。お前実は届くだろ。届かんだね。うん、だから引っ張るや。なんでこいつ関空自分で出れるのに嘘ばっかりついたみたいな。出れんけんだや今。引っ張るや。引っ張ればいいってことだろ。やだ。取ればいいだろうがマジで。引き出せや。引き出せやマジで。引き出せや。棚を引くだけだろ。分かったけどじゃ棚引けよ。引けやお前棚。引けや。早くしろや。なんで早くしてよがよあんただけ引けばいいだろうが。やだあんたが入らんだったら引くわ。だけ入らんけ引けや。入らんて言う、なんか書いてあの出せ。なんで書いて出せって。うるせえに認知症。うるせえやめと。めんどくさお前、早く聞けばいいだろう。
もう、まあ、しゃあない、もう壊すわ。だってもう、開けてくれんもん。なんかやけ、何のために入ってくるやん。だってあんたも入らんでいいじゃん。いや、入らんけ、じゃあ引けや。だって、ね、あんたが出たら引くわや。だけ出れんけんだやから。出れるがな、何とは。じゃあもう、はい。嘘だけどな、こいつら嘘ばかりついとるわ。いや、どこがだよ。じゃあお前やってみない。こっち来てもらえよ。じゃあ無理。マジで腹が、腹のあの中央のとこが引っかかってるよ。お父さん。嘘だけんな、お前もなあ、カーテンで今ここ見てわかるかな。何がだよ。もう OK。もう今出るわ。出てけ。お、出るわ。出てけよ、お前。おい。出てけよお前、マジで。お前今出るって言ったら出てけよ。車返したから。車で出てけよ。当たり前だろうが、車でなんか寒いわよ。うん、じゃあ出てけよ、車で。お前だろ。じゃあ心臓が言って。出てけよ。出るわ。おっとけ、今すぐ出るけ。出るよな、お前。あとミロ君が玄関から出させようにしろよ。それだけして出てけ。ミロがお前玄関から出させようにしろよ。な。知らんわいってもう。まあ、だからお前見ろか、お前出てたらどうすりゃ一緒になって出ればいいよ、別に。いや、出ればいいからじゃねえよ、お前。なんてだ。おかしいだろ、どっちがおかしいだ、お前。おかしいだろ、お前。何がだよ、お前。入るとしたら、お前があんなことしてるよ、引っ張るだけなのに。何のために入る必要があるよ。だから何をしてんだろ、まだ。何のためにだって入る必要かよ。じゃあ早く出るよ。出る。荷物だけ俺のだけ取って。ミロ君はそこにあるよ。あ、じゃあ大丈夫だな。荷物だけ、俺の荷物だけ取ってせや。じゃあ行けや。帰ってくるなよ、もう。帰ってくるなよ。平八が家出しました。さよなら。帰ってくるなよ。絶対帰ってくる。お前引こうとするやん。まあ、あのイカルトにも出てけって言われたんだから。赤ちゃんマークつけて出ろよ。コンビニ寝てんだろ。そうはさせんからな。